役員報酬を最低化を活用した、シニアの経営者様向けの、老齢厚生年金支給停止解除支援業務なんですけれども、これは役員さん、シニア役員さんお一人当たり毎年会社負担をですね、会社負担の金額をですね、300万円以上節減できるというようなケースも結構頻繁に発生してますので、もし売上高営業利益率がですね、5%の企業さんであれば、これはシニア役員さん1人当たりですね、毎年約6000万円の売上に相当するような情報だということになります。現状でですね、業種にもよると思いますけれども、毎年確実にそれだけの売り上げをですね、上げていくというような情報、というのはなかなか、ね、ないかも分かりませんので、一つ経営者の方にとっては、知っておいていただきたい情報の一つだなというふうに思っております。